揺れた時の感じがとても可愛い。こちらはピアスが1点と、そしてノンホールピアス、イヤリング4点ご紹介します。ノンホールピアスはこのような金具が使ってあります。耳たぶにちょこんと挟む感じです。つけた時にピアスのように見えるんです。透かしのパーツに小さなシードビーズをつけてあります。こちらのピアスですが、とってもしなやかなんです。5点はノンホールピアスです。青のチェコビーズが綺麗です。猫ちゃんが下がるお揃いで色違いのデザイン。こちらはスワロフスキーです。コンペイトのような可愛いビーズ。こちらもとても軽いです。